ショコラの魔法は、水堀野による日本の漫画作品。チャオ及び、チャオデラックスに手不定期掲載中。単行本は2021年4月現在、同社のチャオコミックスより、期間21巻。チャオ2011年4月号から DVD 付録で、OVA としてアニメ化されている。2021年に、山口真帆主演で、実写映画版が公開予定。 2020年4月時点でシリーズ累計発行部数は180万部を記録している。2021年第66回小学館漫画賞児童向け部門を受賞。深く濃い森の中、闇に包まれた館がある。その名は、ショコラノワール。魔力を秘めた不思議なチョコレートを出すお店。美しきショコラティエ、相川ショコラが作るチョコレートを食べれば、 どんな願いも叶えてくれる。チャオ2011年4月号の付録 DVD に全編収録及び2011年5月号の付録 DVD に後編収録のオリジナルストーリーの OVA を収録。2011年8月号よりチャオチャオ TV に収録。またチャオチャオ TV 公式ページでも過去作品が無料配信されている。第6話は DVD ビデオ機能によるマルチストーリーとなっており、アニメオリジナルの展開では、もしショコラが契約しなかったら、のイフが描かれた。第1話から第9話までを、炎の章、第10話から13話までは、心の章として完結している。ムラングをショコラ悲しみの旋律、ホワイトマカロン公開の炎、レッドチェリーチョコレート例の記憶ビオレ偽りの、 恋2021年6月18日に公開。主演は本作が映画初出演にして初主演作となる山口真帆。劇中に登場する魔法のチョコレートは都市鎧塚のオーナーシェフである鎧塚俊彦によって創作された。ありがとうございます。